皆さんこんにちは、カルテッドフィルムズプロジェクトボリューム2の中の、2人のエリアという作品にリナの夢役で出演しています、辰野リナです。今回は主演の2人のを見ていて思わずはにかんでしまうような初々しい恋愛模様をリナに見てもらいたいなと思います。私もちょっと隠し味程度に出演しているので、そちらも余裕があれば注目してください。映画はシネマアート六本木というところで6月4日5日2日間上映されます。ぜひ見に来てください。舞台挨拶もあります。カルテッドフィルムズプロジェクトボリューム2、2人のエリア、よろしくお願いします。何事にも無関心な俺が珍しくドキドキしている。いた。あれ、何これ。手錠。それは分かってるよ。そんな力づくでやっててもさ、鍵でもない扉開かないと思って。何このとっても羨ましい状況は。え、もちろんです、すぐに駆けつけます。手錠って、なんかもう夢を諦めようと思って。手錠を知ってるじゃないですか。逮捕ってことでいいですか。多少の色気は出たでしょ。ほら、変なとこ触らないでよ。昔も同じことあったよな。大丈夫、俺変だよな。変じゃないよ、ずっとその言葉を待ってた。二人のエリア。